岸田内閣支持率14%、納税者の怒りかまあそれにしてもね、まあ、今日は、えー、毎日新聞の、まあ、世論調査というのが出ててですね、まあ、それによると、えー、岸田内閣の支持率が14%と、えー、もう最低ということでね。 えー、7ポイント、えー、1月の、えー、21、月は21%やったんですね。そっから7ポイント、えー、まあ急落してると。まあ、いうことで、まあ、1割台に、まあ、またなったと。毎日新聞ではね。で、不支持率は82%ということで、もう8割がもう不支持っていうのもね。 まあ僕はもう本当にひどいと思いますよとも、岸田さんね。なんで続けてはんのかなっていう、まあ疑問っていうのがですね。まあこれは多くの人にあるんちゃうのかなっていう、まあ感じしかしないなと。 で、やっぱりその7ポイント急落、まあしてるっていうのはですね、やっぱりその、えー、政治と金の問題が、まあ大きく影響してるんじゃないかっていうのが、えー、この毎日新聞の、あのー、この世論調査の質問にですね、まあ出ててですね、それはやっぱ裏金事件の、まあ脱税にっていう、まあ可能性が指摘されてることについて、まあ、えー、国税、 当局が調査をすべきだと思うかと尋ねたところ、調査すべきだが93%を占めたと。で、調査する必要はない3%ということで、だからもう、国税がね、国税当局が調査すべきだっていうのもですね、まあこれも当たり前だろうっていうね、その裏金とかキックバックでね、 で、その、保管してたとかっていう、まあ、答えっていうのが、その、自民党の議員ですかね、裏金を作ってたですね、議員は保管すべきだっていう回答がですね、多かったと思うんですね、自民党のなんか調査かなんかでもね。えー、でも、それはなんでかっていうと、使い道を示さなくていいから保管をしてたっていうね、まあ、そういう、まあ、からくりというかですね、だから、 ただ保管してただけですみたいなね、ことを言ってんのかなって僕なんか思ったんですよね。ね、額だってわかんないわけですね、言うたらね。うん、いや、だから本当に僕はそういうのもですね、まあ、あの、まあ、課税というかね、僕はその、自民党なんかはその裏金をですね、その納税すべきだみたいなことを、なんか、なんか、 一部の政治家が言ってた、ね、一部の自民党の政治家が言ってたと思うんですけど、いや、それだけで済む問題なのかなっていうね。やっぱその、脱税した人に関してはですね、まあ、懲罰的なね、さらにこう、えー、重い税金がね、こう懲罰的な税金が、こう、のしかかるとか、ペナルティーがあるわけですよね。だから、 単にね、裏金を例えば納税しましたとかっていう、それで済む問題でもないと思うんですけどもね。また、あ、その、調査すべきでは90,93%で、まあ、支持率が最低の、 14%っていうことを考えるとですね。まあ僕はもう本当にもう自民党っていうか今岸田さんがやろうとしてるっていうことは僕は全く評価されてないと。まあ言っていいんじゃないのかなっていうふうにまあ思いますし、もうこれ誰が考えても評価してないやろっていうね。うん、でやっぱその今その確定申告のまあ時期なんですよね。こう税務署にも人がですね、まあいっぱいあの言ってはりました。 もう、なんていうんですかね、こうえー、期限をなんか分けてやってるとかですよね。そのうん 税務署に行く人ね、なんかそんなやったと思うんですけど、まあ、とりあえずなんかもう、税務署の前にいっぱい人がいたなっていうのを見てたんですけども、そこに関してもですね、やっぱりこのもん、裏、自民党の裏金事件に関しての批判の声がですね、多かったっていうのが、えー、これ共同通信ですかね、なんかそんなに、あの、えー、先日もですね、まあ、乗って、 ってたたんですよね当りいや、それはもう、え、議員は非課税不公平確定申告会場で批判相次ぐと、まあいうニュースもこれ、えー、金曜日ですかね。2月16日の金曜日の出てて、それは当たり前やっていうね。うん、税務署を訪れた納税者から批判の声が一斉に紛失したと。うん、いや、だからもう納税者、もうね、もう本当になんか、なんでその、 税、税務省にね、厳しく、えー、使い道とかでね、まあ、あの、指摘されたりとか、まあ、してる納税者の方多いと思うんですけども、ま、ただ自民党というかね、政治家に対しては、めちゃめちゃ甘いっていうね、あの、なんら、その税、その、 国税局もね、その脱税の調査にも入らないし、本当そういうことが、あの国民の代表としてね、自民党の政治家っていうのはふさわしいのかなっていうのは僕は、そらね、みんな当然思うと思うんですよね。あの自民党の政治家とか国会議員っていうのはあの、 国民の代表ですから、だから、まあ悪いこととかね、やったらダメですよっていう、まあことに、まあなってるわけです、なってるわけっていうかね、まあ不分率としてあるわけですよね。 だ、それがもう、まあ、言うたらもう、みんなやってるみたいなね、自民党の政治家のほとんどがなんか裏側に作ってた。だ岸田さんだってね、政治資金パーティーで、えー、9割ぐらいの、あの、利益割あったとかですね。ほんで、その、えー、会計責任者も、なんか、 あったんちゃいますかねこれね、ちょっと忘れましたけども。だから、岸田総理だって、全然他人事じゃなくて、岸田首相も責任取らなあかん問題でもあるわけですよね。その岸田派っていう問題もありますし、やっぱその自民党の総裁であると。えー、で、まあ、国会議員のねま、ま、ま、トップであると。 いうことでね、総理大臣としても僕は責任を取らなあかん問題だと思うんですけども、まあ、そこはですね、まあ、責任については、まあ、全然その口にしてないっていうね、うん、いやだから僕はおかしいと思いますよっていうね、で、裏金関与の、えー、派閥の幹部についてもですね、処分すべきだが84%と、まあ、いうことで、まあ、まあ、これも当たり前だなっていうかね、うん、 なんで未だにその議員としていてはるのかっていうね、萩生田さんとかもそうですし、まあ特に安倍派のね、あの人たち、西村康ま市、前経産大臣ですかね。まあとかもう何やか裏金一切ありませんとかいうビラ配ってたりとかしてね、えー、っていうね。あの、本当僕はね、そういう、なんか、あの、おかしいな。 っていうことが、まあ、もう積もり積もって、やっぱりお金に関してはね、やっぱり僕はみんな厳しい目で見てると思うぜでこの政治と金問題についてはね。うん いや、だから僕は、まあ、本当にこう、うダメだと思います。岸田さんが、あの、やめなあかん問題に僕は発展する、発展しないとおかしいんちゃうかっていうふうにも思いますし、まあ、裏金の関与したね、この政治家についても処分すべきだということで、まあ、安倍派とか二階派もそうですしね、二階さんもね、三千五百万円の書籍代ですか、まあ、そういう問題が、出、まあ、た 出て、出てたりとかですね。まあ、いろいろおかしい問題があると。で、この、自民党の政治と金の問題について、それを、まあ、取り調べってこうしてたのがですね、えー、小渕優子選対委員長であるっていうね。まあ、これも僕はね、舐めてんのかっていう、あのー、意見の方の方が、僕は、 <laughs> どう考えても多いんちゃうのかなっていうふうに、まあ思うんですけども、まあ本当に政治と金の問題についてもね、あの、小渕優子さんも、小渕優子選対長もなんか厳しいと。で、4月の補選にもね、あのー、まあこれも自民党の政治と金問題で行われるわけですよね。島根一区の細田さんも亡くなったからっていうことなんですけども、まあ細田さんもですね、政治と金の問題でね、 まあ言うと安倍派の、この、幹部たちはですね、全部細田さんのせいにしてですね、まあ亡くなった細田さんとか安倍さんのせいにして、ええ、あの、まあ責任を押し付けた形で死人に口なしみたいなね。まあそんなひどいやり方なんですけども、でも、あの、島ネックだって細田さんのが亡くなったことによる、まあ政治と金の問題で行われると言っていいと思うんですね。 長崎3区もそうですし、この安倍、この方も安倍派やったんですかね。頭悪いとかって言ってた、あの、えー、谷川さんですかね。で、まあ、東京、えー、中国も、えー、柿沢水戸さん自民党の前えー、法務、えー、副大臣かなんかやったんですかね。うんだ全部、あの、 お金の問題で、あの、やられると言っていいと思うんですけども、僕はそこにね、自民党が候補者を立てるっていうね、これも小渕優子さんが候補者を立てるって言ってはったと思うんですけど、まあ、ただ、その政治と金のね、まあ、影響が補正にはあるから厳しいというふうにもですね、まあ、小渕優子さんは言ってたんですけども、ま、あよう立てるなっていうね、ここにも僕は納税者っていうかね、有権者の怒りっていうのがね、 いや、僕は出ると思いますよっていうね。まあ、というのも僕は思いましたけどもねうん。まあ、あとはね、まあ、統一教会絡みで森山文科大臣のごたごたみたいなんとかも続いてたりとかしね、僕なんかこれなんかは、えー、産経新聞とかですね、あと読売新聞なんか元公安周りのなんか番記者みたいな。 形同じような、ね、あのネットに記事とかコラムとか書いてたのがちょっと引っかかったんですけども、それはやっぱりね、あ,あんまりその統一教会がらね森山さんを追求すると、ですねその統一教会が、えー、喜ぶというね、まあ、それはそうかもしれませんけども、ただ、けじめはきっちりつけなダメでしょっていうね、まあ、だからその統一教会と森山文科大臣の関係を 追求してる立憲民主党はですね、えー、どうなのかみたいなね、ことを産経新聞もその読売の元記者も書いてたんですけど、いや、それもおかしい論調やなと、ロジックとしてね、っていうのも思いましたけどもね。うん まあ、あとは気になったのが、維新がですね、なんか、え、維新の藤田幹事長が、え、事故の過半数割れを目指すというふうになんかテレ東の番組で言ったみたいなんですけども、ま、これまで、これ事通信 で指摘しているのは、これまで野党第一党を目指すっていう,うに掲げてきたのを、まあ、ちょっと、え、修正した感じかなっていうことで、まあ、これもね、やっぱ維新が、やっぱり、もう持率が下落しててね、まあ、NHK ではですね、立憲民主党と、え、立憲が6で維新が3とかっていうね、もうダブルスコアで話されてるっていうところを見てと、とても野党第一党を、まあ、目指せる状況ではないと、まあ、いうのが、まあ、影響しているというかね、あの、ま、あ まあ、候補者だって全然、あの、揃ってませんしね。150人ぐらいみたいですか、今でもね。全選挙区には全然足りないということで。まあ、ここもちょっと気になったかなと。うんまあ、とにかくね、やっぱりもう、この政治と金の問題が直撃してね。まあ、岸田さんが今もやってることっていうのはおかしいというかね。まあ、それでも野党が、あの、支持率低いから、 岸田内閣の支持率が14%でもね、まあ、いけると思ってるのかもしれませんけども、ただ選挙では本当に影響出てますからね、まあ、そこはやっぱり有権者は、ね、厳しく見てるんちゃうのかなというふうに思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。